ともう一回生きるの大変なことやりたくないじゃない、うん、なんか、いいわ。それは下脱っていうんですね。でそれを目指すのはヨガなんですけども、だから生まれ変わるっていうのは、例えば大学を卒業できないのと一緒だから留年するってことですよ。ああ、輪廻転生ってあれ留年制度だったんですか。そう、悟りっていうのは体験なんですよ。体験、はい、そういうその体験をしたんでしょ。だからブッダにしてもその一休禅師にしても